はい、どうも、こんにちは、たかしです。今日も元気に行きましょう。はい、青鬼2のパート9ですかね。やっていきたいと思います。行きましょう。前回は、先生のところ、その南京城で、ガードして、その後です。行きましょう。いやー、行こう。ちょっと一応閉めていただけ、これね。一応あれなんでね。で、わら人形を手に入れたんだよね。わら人形なんで先生テーマで持ってたの？超怖いじゃん。で、どこ行けばいいんだ？ああ、そこかな？なんか乗せるとこあんのかな？なんか変な儀式みたいなとこあったよね。あそこで南方がどうとか、なんちゃらポーポー言ってたよね。なんちゃら？ん？何がポー？なん、あ、まあ、でも向こう向き。南方向き？南からの北？これ別にメモるほどでもねえじゃん。メモる意味ねえよ、これ。ここ今何もないよね。うん。南方向き、北を、北方を見よ。南方ここにな。もうだから急に来るなよ、もう。ノックルぐらいして。本当に。もう、嫌だけどね、そんなゲーム。青鬼がノックしてくるゲームは、それ嫌だけど。嫌だけど、もう心臓的にね。僕の心臓、来る、めっちゃ来るやん。めっちゃ長いやん。めっちゃ長いやん、こいつ。何いつもより長いく。いつもより長く来るやん。もう。OK。パート9なんで、急に。セーブします。よいしょ。試合行こう。何もう。毎回動画の撮り始め来ること多くない？ねえ。割と多いよね。超怖えよ、もう。よし。で、こっちで。ここだ。これ、わら人形つけんのかな？くぼみがある。つけてみる？使えないんだ。ここに使うのか？使わない。これ、レンズまだあるってことは、まだ使うのかな？え？これ何？ここ全然わかんねえけど。くぼみがある。ああ、もう怖い。これ覗くの一番怖いね、なんか。中に、これいるんじゃないの？中にまた。絶対そのパターンでしょ。超怖いよ、それ。ああ、ここもわかんねえもんな。わら人形？少し大きく、少し、え？大きく少し不気味。レンズ。なんか使うものあんのかこれ。わかんねえな。あいつ出てきたのこっちなんかあんのか。こっち行ったっけ？あ、行ったよね。ここ結局ね、あ、わら人形燃やすとか。絶対罰当たんぞ、お前、そんなことしたら。おっ！いや、罰当たるぞ。うわ、鏡、あ、鏡あそこに掴んだわけだけど、いや、バッチ当たんぞ、お前。超怖い。わら人形燃やすとか、超怖いじゃん。釘刺す以上で燃やすって。ここだ。あ、で、南方、ここか。鏡つけるの、ここに。鏡。はい。お、はまった。で、南方向き。え？南方向くからこうか。こうやって見んのか。おおおおおお。なるほど、なるほど。1027。10？ 合ってるよね。1027。反射してるからね。その後？あ、南方向き。What's? あ、もう今のでいいのね。今のでいいのね。もう今のでいいならもういいんです。だってもう鏡もうないもんね。鏡もうないでしょ。鏡まだある？あ、ないもんね。オッケーオッケー。じゃあ、右の数字だ。よし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 、オッケーオッケーオッケー。なんだっけ？1027。1027。オッケー。答える。来た。what? 何今の？バグかな？なんだったら今、なんで一瞬開いた後にもう一回見れたんだろう今。よし、なんか来たぞ、ここ。何ここ。ここただのロッカー、オッケー。で、これ怖いけど、一応見ようか。よし、行こう。
これ何、階段長えけど。怖えぞ、この階段。長いから。長いな。うわ、うわ、ボロいな。ここ、超怖え、これ何、超怖えよ。うわ、うわ、なんだよ、ボロボロだ。うわーい、逆に怖い、これ、怖い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 、ああ、怖い、怖い、怖い、すぐ閉まって。怖いな。何これ、これバールでブーンとかやるの。合ってそうじゃない、使えないかい。そんなね、そんなバチ当たりなことはできないですね。あ、ここに逃げ込めば一旦逃げれるね。なんかある、ここ何も見えねえけど、パッと見ここ逃げ込み部屋、ただのこれ結構細かいとこあるからね。特にないな、ここ何もこいつ気になるな、何に使うんだろう。なんかある、怖え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 、ああ怖え、めっちゃひび入ってっからバールでブンかと思ったんだけど違うんだね。なんか使うとこある、ハイレンズ、意味ない。ドライバーでガリガリやる、ドライバーガリガリだったらバールでドンでいいよね。使わないんだ。じゃあどうしよう、ちょっと次行こう。オッケー、待って、このタイプ、このタイプ、な、細長いタイプ、細長いタイプ、薄っぺらい、薄っぺらい、薄っぺらい、よし、これ、ギュンのやつ、ギュンのやつ、ギュンの人です、この人。よしよし、どーもくん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 、あー、今逃げ切れたと思ったのにこいつ、怖え。歯、ガチャガチャ。怖え。あー、なんか変なの、変なの、変なの出てきちゃった。あー。超怖えなあ、あいつサーンってくんだよね。 PC 版でもいたもんね、あいつね。怖え。で、上行っても結果意味なかったんでいいや。左に行ってみます。ここも行けんのか、これ。あ、ここ行けない、ここ扉じゃないんだ。うわ、うわ、広いのか。お、鼻、さっきのやつの鼻つければいいんだ、つけよう。うわ、広いな、広いな。ああ、いっぱいあるな、アイテム、そんで。あ、なに、あ、なにこれ。え、なんかどういうこと、何にも触れない。なにここ、放送室的な、なにこれ、なにこれ。ちょっと、セーブしよう、セーブしよう。え、なんでセーブできないのここ。え、なんでセーブできないの、セーブができない、おかしい。ちょっと待って。これ、セーブができない。なんかあるやん、これ、絶対、ここ。セーブできないんだけど、なんで、ほら、いやいや、どうすんの、うん、何もできない、何もできない、何もできない。あ、動けた。え、これどうすりゃいいの、なんであいついんの、あそこに。なんであいつあそこにいんの、なんであいつ、なんであいつあそこにいんの。怖い、怖い、すごい怖い。こっち来るやん。来ないんかい、来ないんかい。なんで、怖いわ、もう。今の何、なんであそこでずっと、ソンってしてたの、あの人。ずっとソンってしてたよ。追いかけることもなく。何、何、休憩室、上何も調べてないけど、もう一回行った方がいいかな。え、え、え、ずっといるってこと、あの人。音消えたよ、音消えて気をつけしてるけど、あの人。え、音消えて気をつけしてるけど。え、これ下行ったらやばいってこと、下の、下、下の部屋入るとやばいですよってこと、これ。怖えな、もう。なんであの人にあそこにずっと、ずっとあそこに、しかも音消えてずっと気をつけてどういう状況なの、あの人は。どういう心境で待ってんの。ちょっとこれつけてみようか。ちょっとセーブセーブ。よいしょ。はあ、ちょいちょいね、広告からローグワンで僕は実はテンション上がってます、実はね。ローグワンみんな見ましょう。いい、面白いから。はい、これつけるんじゃない、え、使えない、あ、ついてるもんな、この人もともと。え、ここだと思ったんだけどな、別のとこであんのかな。休憩室の鍵、これ下かな、下の部屋。でもあの人いたよ。いや、一旦階段あったから上行ってみようか。うわー、広いのね、広いのね。おー、新聞。お、なんか、あ、びっくりした。はいはい、うわぁ、広い。あ、なんかトイレ、なんか小便器にあるの取りたくないな、これ。
リアルだったらこれ絶対撮りたくねえけど。はい、プラスチック、あ、さっきの宅のとこじゃない。なんで小便器にこれ入ってんだよ。誰で入れたやつ。いたずらだろ、いたずら。まあ、一応見ようか。よいしょ、オッケー。これは何もない。いやー怖いなー。なし、オッケー、行こう。どこだ。とりあえずなんかさっきの部品があったから、部品を、うわ、暗い暗い暗い、怖い怖い怖い、すぐ出よう。怖い、なん真っ暗なんだよここ。あー怖い。ちょっと俺セーブした？セーブしてないかもしれないから、セーブしよう。はいはいはい。よいしょ。そしたら、ちょっと右行こうか。うお前またいるんか、このスーンタイプの人。スーンタイプの人またいるやん。この人、やべ、直線上にいたら負けるから。直線上にいたら負ける。直線上にいたら負け、僕の。直線上は負け。やべ、これ直線上、直線上。これ直線上、直線上。直線上、直線上。ちょっと待って、直線上は負け。直線上負け。あの人スンってやるから、スンってくるからね。はい、逃げて逃げて。逃げ、オッケー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 、セーブセーブ、すぐセーブすぐセーブ。はい、すぐセーブ。はい、おい。よし。入った途端いるんかい、あいつ。青鬼がどんどん強くなってるよ。どんどんなんか強いタイプになってるもん。直線上にいた瞬間負けっからね。よし、上行って右の部屋だ。オッケー。おい。なんだここは。あ、これはいいや、もう今は。なんかいっぱい、もうさっきいっぱい見たから。あ、これじゃないねえ。あ、これだよ。え、目やん。目やん、この人ないの。怖いなぁ。なにこれ。ここはな、あ、この人何もないの。何もない。うわ、なに鍵がかかってる。え、ここかと思ったらここじゃないんだ。これなんか目のパーツがないよね。やめてくれよ、それ。怖いから。なんかいっぱいあるな。なんかいっぱいあるな。ちょっとわかんねえな。一旦、あの部品付けに行ってみる？とりあえずね。なんか付け行ったらあの青鬼がいなくなるみたいな、ありそうじゃない？で、ここ真っ暗だから怖いので、もう二度と来たくない。この左か。左で、多分下行ったら絶対あの人が来るんでしょ。ちょっと行ってみようか。ちょっと一回行ってみよう。わかってるよ。絶対なんか、開けた瞬間、やばいみたいなやつでしょ、多分。行こう。はいはい。いるんでしょ、来るんでしょ。はい、来るでしょ。いやもうこれは無理。いっぱいいるよ。なんで落ちんの、だから。よし、オッケー。だから上でなんかやるんだよ、きっと。で、あの人いるから、そう、気をつけしてっから、そこで。なんで気をつけしてんだよ。オッケー、これだ。そして、おう、チャイムかけるってなんか移動すんの、この人たち。休憩室かけてみる。え、どういうこと。あ、スピーカーで聞いてるってこと、この人たち。あの後ろ通んの、マジで。マジで言ってる？マジで？いけんのあれ。青鬼って何？音で反応すんの？よっ、あ、いける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 。すみません、オッケーオッケー、わかった。ちょっと。オッケー、もう行っちゃう。すぐ行っちゃう。いけた。バカだ、あの人。あの人超バカだ。ここで放たな。あー、なんだ、オッケーオッケーオッケー。え、もう聞こえなくなったけど、やばくないそれ。なんで、え、もうチェーン終わり。あー、さっきのとこだ。いや、待って、やばくね、聞こえてないよ。うわー、ずっと聞こえる。あいつ超バカだ。よかった。あー、怖い。うわ、いや、来るんかい。なんでその後来るんかい。ちょっと、今の絶対逃げれたよ。今の絶対できたよ。うっさいわ。たかしはチャイムを使ったことで油断してしまった。うっさいわ。油断したわ、確かに。やられた。悔しいわ、なんかもう。今のなんか悔しいわ。そんなん言われたら。しかも逃げ切れたのに、操作ミスで負けるっていう悔しさね。くっせぇ。来るよ。
ほら、やっぱセーブ大事。もう、セーブ大事、もう。セーブしてないと結果こうやってね、すぐ死ぬから、このゲームは。はいはいはい。チャイムを使ったことで油断してしまったじゃねえよ。よし。これ使って、で、目が落ちてくるから、よしよしよし。ちょっと、ここでセーブするか。一回ね、抜けちゃったらもう、来ちゃうから。よし。はい、セーブしまーす。はい。で、一回逃げ切ればいいと。よし。行くぞ。はいはい。来るよ、来るよ。行くよ。おい、オッケー。来いよ。来るなら来いよ。もう来るの分かってたらもう絶対大丈夫だから。よしよしよし。オッケー、うまい。うまい、最短ルート。ああ、おわ、あの人のが最短ルート。あ、ここにはないよ。あー、うまい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 、めっちゃうまい、めっちゃうまくなった。よし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 、オッケー。今うまかったね、今うまかったね。うまくこうやってやってればね、ちゃんとあの人後ろに回ってくれるっていうあの最短ルートかと思ったら、あの人の方が最短ルートだった。まっすぐ行けるんかい、ここ。よし、で右行って目のパーツだったね。ここだっけ、上か。あ、引っかかった引っかかった。で、ここ行って右だね。OK, OK, OK。よし。で、ここに多分つけれるんだ。よし。アイテム。はい、はい、使用する。お、耳？今度は耳？いや、耳はないな。耳はないぞ。んー、ちょっとわかんねえな。上は鍵かかってた。うん、この辺見れない。え、ここ？あ、なんか、おお、左上になんか明かりない？左上に。あ、これ新聞紙燃やすんじゃない？ライターでさ、チッチッってやって、チッチで、このチッチで。使えないかい？え、ダメだ、わかんない。放送室で他のとこチャイムかけてみる？意味あんのか？いやー、これわかん、ちょっと行ってみるか、暗い部屋。いやー、やだ、もう超怖いよ、それ。絶対行けねえよ、そんなの俺。リアルだったら。行ってみるか。え、行けんの？行けんの？行けんの？あ、行ける？いけねえじゃん、ほら。いけないよ。ちょっと休憩。ちょっと休憩。休憩したい。心臓がやばい、マジで。よし。え、どこ行ってない、あと。え、どこ？ここは？ここなんだっけ？行けたんだっけ？あ、ここだっけ？これなんだ？ここだ。OKOKOK。ここに使うんだ。セーブしてからね。もちろん。そうだそうだ。これあったわ、あったわ。耳がないことに気づいてなかった。よし。耳。はい。おお、どこ？美術室。どこ？あ、早い。セーブセーブセーブ。セーブ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 。すぐセーブ。OK。どこだ？上か？なんかそろそろ来そうだな。この、あ、この上かな。こっちか。来た。うわぁ、何？階段？怖いな。うわぁ、広いな、また。あ、何もない。広いよ。うわぁ、なんで紫なんだよ。なんで壁紫なの？もう、やめてくれよ。行くぞ。なんで紫なんだよ、ここ。取るよ。やめて。え？時間割？時間割？どこで使うの？鍵かかっている。うわ、いやいや、もう無理だって、それは。この距離無理でしょ。
よし、はい、あ、この人意外と、あ、じゃあ、くそ悔しい、今のは。今の突っかかったの悔しい。くそ。今のは避けられたね。今のできたらこう、うまくちゃんとシュッていけば。あの人スンってくるからな。普通な終わりだったら多分逆に無理だったパターンだ。くそ悔しい、今の。行こう。よし。またいる？いないか。OK。うわぁ、何ここ。何これ、あ、何、え、床のスイッチを踏んだ。あー、時間割り表、あ、いけそうだぞこれ。なんかできそうだぞ、ちゃんと謎解けば。曜日とか書いたんだきっと。オッケーオッケー。待って待って、これやばいって。前もあったよこれ。前もあったこれね。え、前の PC の青鬼の時も畳のとこなんか怖いのあったよ確か。何があったか忘れたけど、なんか急に来るんじゃないの。やだなもう、怖いな。大丈夫、来るかな、来るかな、来るかな、来ないかな。取ったら来るかな、取ったら来るかな、取ったら来るかな、来ないかな、取っても来ないかな、取っても来ないかな。これいる、あ、開けたらいるかな、開けたらいない、いいな、開かないんかい、開かないんかい。ああ怖い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 、もう怖い。来るかもって思って余計怖い。電池のない携帯だよ、なんでそんなのがあるの。ああ怖い、何もないんかい。ああ怖い。こっちは鍵かかってる。ここちょっと見てみようか、時間割表で。時間割表、ああ、なんか、なるほど。数字とあれが書いてあるのか。ちょっと待って。ってことは、え？これは何使うの？使用する。なるほど。ちょっと待って。多分この部屋だよね、これ。え？この部屋だよね？ちょっと待って待って待って。え？全然わかんない。全然わかんない。これを覚えないといけないんだ。覚えるのは無理だから、ちょっと一回書こう。これそのまま書いて、さっきのと照らし合わせよう。あ、これ数学か、右上のとかはね。で、真ん中が理科かな。もういいや、理科の理って書けるか。で、体育でしょ、これ左下は。多分ね。で、右が図工だ、絶対。これでいけるか。これが何なの？そんで？だから何っていう。だから何なの？数字？だって同じのいっぱいあるんだもん。何番目に踏むみたいな感じだと思ったんですけど。あ、月曜日とか。あ、でも何曜日かが分かんないな。曜日によって全部違うんだ。あ、ほんとだ。1から5までに順番で1、2、3、4、5って踏むのと思ったんだけど、曜日が決まってないからね、どの順で踏んでもね、わかんねえよ。ちょっとこれ多分今無理だな。これなんか使えないのかな。あ、なんかドライバーとかでいけない？ドライバープラスマイナスにして、なんか携帯の電池ほじくるみたいな。あ、マイナスになってるな。ちょっとわかんねえな。あと行ってないのどこ？でも結構行ってないよね、なんかいろいろね。広かったよね。こっち右行ってないか。うわ、なんか広いな。何これ、いや、また今ないな、何も。うわ、怖いな。何これ何これ、怖い怖い怖い、すごい怖い、覗くの。うわ怖い怖い、うわ怖い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 、え、どういうこと、全然わかんない。怖っ怖っ。何これ、何の絵、え、全然わかんない。この引き出しこれで開くってこと。いや、わかるか、わかるか、そんなの怖いわ。何これ、木の本数とか、ずっと見てんのが怖いもん。これ木の本数、いや、わかんねえよ。はあ、ちょっとわかんねえ。ちょっと結構謎が多いな今回。え、いっぱいあるな。ここの数字と、あとなんかさっきの図工のやつ。あと真っ暗な部屋。ちょっといろいろと広がってるね。ちょっと今日一旦この辺では終わりにします。次回これを収集していこう。はい。
そんな感じでございました。パート今9までやったのかな、次は10撮れてると思いますんで、そっちも見てください。そんな感じでした。今日も見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。パート10も見てね。またね。